ジーン・シモンズは、イスラエル生まれのアメリカ人ミュージシャン。ロックバンド、キスのベーシスト、ボーカリストとして知られ、作詞及び作曲も担当する。コンサートにおいては、皮吹きや血を吐くパフォーマンスなど、演出面で大きく貢献している。キャラクターは、悪魔のメイクを施したザ・デーモン。本業以外にも、プロデューサーや俳優としても活動している。身長185センチメートル。 同バンド名義でロックの殿堂入り。1949年、イスラエルのハイファにて、ハンガリー系ユダヤ人の子として生まれる。母親のフローラ・グレインは、ナチスの強制収容所にいたことがある。出生名は、ハイム・ビッツ。1958年、8歳の時に父親、フェリ・ビッツと離別し、母親と共に、ニューヨークに移住。ラストネームを、 母方のせいのクライに変える。アメリカに来た当初はほとんど英語が喋れなかったが、TV や漫画に夢中になることにより覚えた。1968年、サリバンカウンティコミュニティカレッジで学びながら、様々なバンド活動に参加する。1970年からリッチモンドカレッジの教育課程で学び、卒業後はマンハッタンの小学校で国語教師として教壇に立つ。 並行してバンド活動も続けており、1970年代初頭には音楽教師のブルック・オストランダーと共にプロ契約を目指す新しいバンドウィケット・レスターを結成。数年前から知り合いだったスタンディアイゼンが参加し、1枚のアルバムをレコーディングしたが、レコード会社との契約はうまくいかず発売されることはなかった。結局、1972年に ポール・スタンレーと共に、ウィケット・レスターを脱退し、新しいバンドの結成を模索することになる。ジーン・シモンズという芸名は、ジャンピン・ジーン・シモンズへの敬意を表して選んだものとされている。1970年代を代表するロックバンド。個性的なメイク、過激なパフォーマンスで有名。子供まで影響された。実業家としても有名で、キスのライセンス商品、権利管理。 分配などを担当しており、他にも数々の事業を手掛けている。キスのライセンス商品は3000点あり、コンドームからカンオケまで揃っている。僕は昔ながらの起業家だ。舌を突き出すのは別として、何をするにも金儲けと結びつけて考える傾向があるし、キス以外の分野でもかなり稼いでいるよ、とインタビューで答えている。近年では富裕層顧客を対象にした。 保険会社、クールスプリングスなども経営している。プロデューサーとしても、無名時代のバンヘイレンを発掘して、デモテープ作りに協力したり、かつて、トミー・セイヤーが在籍した、ブラックブルーのアルバム、ナスティ・ナスティおよび、インヒート、日本のバンド EZO のデビューアルバム、EZO などを手掛けた。俳優業も行っており、初出演は、トム・セレック主演の映画、 未来警察で敵役、ルーサーを演じ、ルトガー・ハウアー主演の映画、ウォンテッドでは、ユダヤ人の爆弾テロ犯という悪役で出演している。2008年には、日本公開の映画、デトロイト・メタルシティに、ジャック・イルダー悪役で出演した。2006年からは、ジーン・シモンズのファミリー・ジュエルというリアリティ番組に、家族と共に出演している。社会自由主義を辞任し、 ジョージ・ W ・ブッシュ政権の外交政策及び2003年のイラク戦争を支持している。アメリカ軍基地では異問ライブを行っている。2006年、イスラエルのレバノン侵攻の際には、戦場で瀕死の重傷を負ったイスラエル軍兵士に、大使、英語とヘブライ語両方のテレビメッセージを送り続けた。長らく独身を貫いていたが、2011年10月1日に28年来の パートナーである元、プレイメイトのシャノン・トゥイードと入籍した。婚前からビバディー・ヒルズで共に暮らしている。シャノンとの間には、長男ニック・シモンズ、および長女ソフィー・シモンズの二人の子供がいる。ニックは、コミックアーティストとして活動していたが、2010年2月に、盗作騒動を起こした。ありがとうございます。